なんかこうやって外の景色見てると、見てみんな女の子走りしてるよ。ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。今回もですね、視聴者さんと一緒にかくれんぼやっていきましょう。まあ意外と最近視聴者さんとかくれんぼやるんですけど、まあ今回の視聴者さんは多分きっと憶測に対して意外な成果を見せてくれるかもしれない。ということでかくれんぼ一緒にやっていきましょう。いかよろしく。じゃあやっていきましょう、かくれんぼ。今回はプチプチが鬼をやらせていただきます。というわけで見つけていきましょう。残り時間3分になったら行きましょう。とりあえず走る、転ぶ、血が出る、肉が裂けて骨が見える、病院病っていう歌がなんか久しぶりになんか YouTube で流れてたんだよね。なんかこうやって外の景色見てると、見てみんな女の子走りしてるよ。あいつ女だったのかな。あ、頑張れ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 。で、追いついてないぞ足が。そんなに足がたくさん生えてるのに、なんでそんな足、走るスピード遅いのね。俺の語彙力がないわ、マジで。やめてくれ。ほら、見てみろよ、右のやつ。めちゃくちゃ頑張ってるぞ。お前頑張れよ、もっと。お前ならできるはずだ。喫茶店になんでこれがあるの？おい、飲み物飲んでる人とかいたら、お前すごい迷惑じゃないか。さあ、残り時間20秒になりました。まあ、20秒って言ったら、もんじゃ焼きが作れますね。うん。お菓子の、駄菓子のもんじゃ焼きが20秒くらいで作れるんですよ。ところで、スタート。さあ、みんなどこにいるかな？なんか大概ね、ここら辺にいそう。さあ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 。いないか。だからね、最初にね、いる場合とかがね、結構多いんで。ダメか。まあ、とりあえず先に進んでいきましょう。みっけ！あい落として切る。さあ、素晴らしい。僕はかくれんぼね、長年もう60年間ぐらいやってきて、で、そのうちの30年間プラス20年間ぐらいは嘘なので、まあ大して見つけることはできないんですが、まあそれなりにかくれんぼやってきてると思うので、多分今回は多分全員キルいけるかな。で、今のとこ1キルですね。さあ、あの人落とされて、きっと多分ジェットコースターな気分を味わってくれたに違いない。ディズニーのね、タワーブテラみたいな、あれ乗ってなんかキャーキャーわめく人いるじゃないですか。あれって一回落ちると思って一回止まるんですよ。で、その後もう一回落ちるんで、そのなんていうの、一回フェイク来るんですよ。そのフェイクの時になんか女子高生とかがキャーって言って叫んで、あ、これ今の叫び違った。全然可愛くなかったって言って叫ぶのやめる人いるんですよね。なんだろうね、あれ本当に。待って、いないな、マジで。やばいぞ。1分。あ、やったー！イェーイ！多分ね、こっち側にいると思うんだよね。なんかね、大体の人って、なんて言うんだろう。臆病なんですよ。だからあんまりちょっと距離を詰めすぎるとって思って自分の陣地に隠れる人が多い。それは今回ついていくぜ。でもいない、誠にいないでござんす。え、本当にいないんだけど。大丈夫、なんか途中で家に帰っちゃったとかないよね。大丈夫、なんか隠れもプチプチさん一人やらせようぜみたいな感じになってない？大丈夫？いた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 、イエーイ！え、今回もさ、全員切りいけるんじゃないかな。今のあと1人でしょ？あと1人、やばい。5、4、3、2、1、1人見つけることができませんでした。誠に申し訳あります。さあ皆さん、次は僕が隠れる番です。やっていきましょう。さあみんな頑張ろうぜ。なんかさ、サラさんっていう方が僕のアイコンじゃねえわ、 YouTube のチャンネル名の謎めいているなんか横についてる P がついてますね。あれね、本当はなんかボカロ P っていう意味なんですよ。もともとボカロ P やってて、危ない
もともとボカロ P やってて、でなんかそうみんなつけてるから俺もつけようと思ってつけてでやっただけです。すいません、なんか深い意味はないんですよ。さあたくさん塗って、もう僕ねここ隠れる場所もうね始まる前、いや僕が生まれる前からもう隠れる場所決まってるので、そこに隠れていきたいと思います。まあ生まれる前って言ったらね、まあ僕がお母さんのお腹の中にいる時なんですけど、その時にでも必死に考えてました。そうここなんですよ。絶対バレないでしょ。塗れないかも。あれ待って、塗れないかも。あ待って、まずくねこれ。あ待って、スペシャル使おう。オッケー、これで塗れる。いいね。さあまあちょっと手伝ってあげますか、塗りを。塗り塗りして、そう塗りで思い出したんだけど、よく小学生の時とか幼稚園生の時になんかのりをほっぺたの近くに置いて肩をトントンって叩くと振り向くじゃないですか。その時にほっぺたにのりがベチャってつくドッキリをやるやついるじゃないですか。あれほんと最低だよね、あんなことするやつ。あれはもうほんとね史上最低だと思う。ああちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、話してる場合じゃなかったわ。これ間に合うかこれ。ちょっと待って、あと18秒以内にさっきのところに戻ろう。いいぞ。これなんか絶対バレない気がするんだけど、このダブルクロス落ちなければね全然いいんですけど、これバレないんじゃないこれ。よくナイス押せたな、その状況で。待って、俺も頑張って押してみるよ。いくよ。どうだ、カモン押しちゃった。みんな来ちゃうじゃねえかよ。大丈夫大丈夫大丈夫、本当にしょうがないな。じゃあもしバレちゃったら、これだけは言いたい、これだけ言わせて。もしバレちゃったらチーズかまぼこあげる。あ、いらないって。いらないならいいよ、あげない。チーズかまぼこの美味しさわからないやつなんて俺知らない。鬼来てる様子となくないって、鬼いなくないねえ。あれ鬼いないじゃん。あれ鬼落ちてるじゃん。うっそー。先ほどはエラーがあって申し訳ありませんでした。ということでまたかくれんぼやっていきましょう。まあ隠れるところまで行きたいと思います。カッツ。さあ皆さん残り10秒になったんですけど、これバレないんじゃないかな、東大元暮らしね。なんか東大みたいな、なんか変な肉まんみたいな、ま、なんかランプ、これ肉まんみたいなランプがあるんですけど、そこの上にいますね僕。あっち行った。さああ待って、こっちも来るんじゃねえこれ。これバレるかな、これバレないかも。これバレないかもこれ。あ、バレてないこれ。絶対バレてない。あ、バレたかー。ちくしょう、東大元暮らしならず。東大明るかったようです。というわけでまた隠れていきましょう。はい。先ほどはね、一瞬で見つかってしまって、ぐだってしまったので。まあ、東大はもう明るいことが君もこれでわかりました。ということで僕は東大生にはなりません。行きましょう、隠れんぼに。かくれんぼに行きましょうってどういうことだ。隠れに行きましょう。ここは結構むずいんですよ。この有刺鉄線が邪魔で外に行けない。でこの有刺鉄線め、ほんとになんでイカに有刺鉄線を巻くんだよ。有刺鉄線じゃなくてもうちょっとなんかさ、いいのなかったのかね、網タイツとか。イカになんかさ、あ、なんか網のネット入れたらちょっと気持ち悪いかも。まあ、イカちゃんの生足に網タイツだったらいいんですけどね。うん、足フェチの人にはもうもってこいだけどね。まあ、別にイカなんで、イカはイカイカしてればいいんです。ちょっとあえてめちゃくちゃ近くに隠れてみようかな。あえてめちゃくちゃ近く、こっちの行けるよね。あ、ここから行けるっぽい。でちょっとあえて近めに隠れていきたいと思います。多分こっちの方はね、多分大概来るんですよ最初。見てる通り、多分僕の隠れも見てる人なら多分わかると思うんですけど、すごい来るんですよここ。ということなので、本当に本当の本気でマジめちゃくちゃ一番近くに行こうかなと思います。これここの上登れないのかな。ここの上行きたかったな俺。ここにしとくか。これバレないんじゃないかなこれね。みんなの観察、みんなのこと観察しよう。ここでさあ今回の視聴者さんなんですけど、隠れている方は玉井子さん、ダッポーさん、
サラピーさん。サラピー。いいね、サラピーって。サラピーさん。ちょっと名前がいい。お気に入り、サラピー。あ、P が、P の部分ちょっとお気に入りかな。うん。始まった。はい、また一番最初に死んでしまいました。もう、何ねえ。もう何よ、本当に。マジで、面白くない。全然面白くない。そう、あの、負けるとこうやってなんかダダこねる。面白くないもん、本当に。ちょっとみんなの観察しましょう。鬼はあそこにいますね。さあ、一番近いのは、ダッポーさんとサラさん。見つからず、逃げ切ることができるのか。さあ、どんどん塗ってますね。あ、ダッポーさん危ないんじゃないかな。あの隙間、あの隙間にいたってこと？レベル高いね。本当に、ダッポーさん。ちょっとやばいんじゃない？サラさん。サラさん、あーっと、サラさんやられてしまった。これで、かくれんぼマスターの称号は弾かれてしまった。あ、俺違うからね。俺違うから、ほんとやめて。俺違うから、マジで。あの、見てるだけだから、ごめんね。違うよ、俺。さあ。さあ。玉井子さん、ここにいたっけ、さっき。玉井子さん、危ないんじゃないかな、これ。おーっと、華麗な回避、カレーが食べたくなってきた。素晴らしい。カレーが食べたくなるほどの華麗な回避。そんなことは俺見たことないです。さあ、みんな結構ギリギリに回避してますね。ダッポーさんもやばい、あの神回避。そして玉井子さんのこの感じの素晴らしさ。みんなレベル高いですね、きっと。僕より多分隠れプロなんじゃないかなっていう。さあ、果たしてメンバー入りになるのか。メンバー入りとかないんですけどね。適当に言ってみました。さあ、視聴者さんのなんかメンバー入りみたいのしたいよね。なんか勝ち残った人はなんかもう次もできるなんか固定視聴者みたいな。で、トーナメント形式にやって、一番強いかくれんぼマスターを決めろみたいなね。やるか、大会やろう、かくれんぼ大会。4321、ナイス。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。視聴者さんのかくれんぼの参加企画なんですけど、参加したい方はぜひ Twitter の方をフォローよろしくお願いします。そちらの方で応募してます。というわけでまた次回、スプラッカくれんぼ2でお会いしましょう。以下よろしく。